ロックアイランド軍と南ラグーンはパラオのコロール州に点在する445の島々で構成されるロックアイランド及びそれらが位置するパラオ諸島を囲むラグーンの南部海域を対象とするユネスコの世界遺産リスト登録物件である。マッシュルーム状の緑の島々や紺碧の海が織りなす自然美、さらにマリンレークと呼ばれる 奇水湖の一種を世界で最も多く要する固有種の多い生態系や絶滅危惧種を含む生物多様性などが評価された。また気候変動や人口増加による資源の枯渇に直面した人類の足跡を留める高湖遺跡なども評価されパラオ初の世界遺産となった。ロックアイランズサザンラグーン世界遺産登録地パラオの 世界遺産条約定約は2002年6月11日のことで、この物件が世界遺産の暫定リストに記載されたのは2007年11月6日のことであった。パラオ当局は2010年に世界遺産センターを通じて推薦準備などのために3万ドルの援助を受け、正式な推薦書を2011年2月1日に世界遺産センターに提出し、受理された。なお、 その年の第35回世界遺産委員会ではパラオがミクロネシア連邦と共同推薦していた別の候補パラオとヤップのヤップ医師解析軍が審議されたものの登録延期となりパラオ初の世界遺産登録には至らなかったロックアイランド軍と南ラグーンに対しては翌年の審議に先立ち諮問機関の勧告が出された文化遺産要素について 国際記念物遺跡会議は顕著な普遍的価値を認めたものの、構成資産の調査の推進や管理計画の補完などの課題を指摘し、情報紹介を勧告した。他方、自然遺産要素について、国際自然保護連合は、登録を勧告した。これらの勧告を踏まえて行われた第36回世界遺産委員会での審議では、自然遺産要素のみでなく、 分解産要素についても逆転で認められ、複合遺産としての登録となった。パラオ初の世界遺産であるとともに、複合遺産の登録は、オセアニアでは、オーストラリア、ニュージーランドに次いで6件目、トンガリロ国立公園以来、約20年ぶりとなった。世界遺産としての正式登録名は、ロックアイランズサザンラグーン、ラゴンシュドデイール・キール・ブケップである。 その日本語訳は資料によって以下のような違いがある。なお、この登録名は推薦時にパラオ当局が提示したままの名称だが、これには文化的要素が反映されていないため、世界遺産委員会の決議では将来的に登録名の変更を考慮すべきことが勧告された。地域としてのロックアイランドは北のコロール島から南のペリリュー島までの間に点在する島々を、 さすが、世界遺産登録範囲には、コロール島が含まれる一方、ペリリュー島は含まない。その少し北のゲロン島やガムリス島あたりまでとその、海域が範囲である。なお、世界遺産登録範囲は10万200ヘクタールに及ぶが、そのうち陸地の面積はわずか6000ヘクタールしかない。ロックアイランドの島々は、石灰岩質の島で、 かつて定住者がいた頃の高校遺跡などが残されている。ウーロン島の北西岸には、現在から見て、およそ2000年から3000年前に遡る祝いが残されている。一連の遺跡の中では、ウーロン島のものが最古である。また、南西岸にも950年前に遡り、西暦1600年頃に放棄されたと考えられる、石造りの村落の遺跡など、長期間にわたる、 定住の痕跡が残っている。ガムリス島にも石造りの村落の遺跡があるほか、西暦650年から1000年及び、西暦1250年から1450年のものと考えられる岩陰遺跡などが残っている。ウルクタ・プル島には1530年頃から1730年頃の石造りの集落のほか、 ヤップ石しの切り出し場や作りかけの石しか、岩絵を含む多様な遺跡が残されている。ただし、ガムリス島などと違い、全体の調査は、まだ十分ではない。なお、その近隣の島々の一つにも、石造りの集落や、石しかの切り出し場と思われる遺跡が残っている。また、近隣の別の島には、紀元前200年から西暦900年まで1000年以上に、 渡って埋葬場所に使われていた洞窟があり、僧霊文化と結びつく、様々な工芸品なども出土している。現在のロックアイランドには無人島ばかりだが、かつての村落が放棄された理由としては、人口の増加に伴う乱獲によって水産資源がなくなり、それが近隣の島々への移住を促したと考えられている。調査が行き届いているガムリス島の場合、 微生物や放射性同位体などの研究と合わせ、この島の存落が放棄された原因には、乱獲だけではなく、西暦1450年から1650年頃に起こった降水量の減少も関わっていたことが明らかにされている。また、ブルクタープル等の場合、人口流出の要因は、食料不足以外に、戦いの影響もあったとされている。 バベルダオブ島などに移住した人々の間では、ロックアイランドからの移住の歴史が交渉されており、考古遺跡は交渉文化とも結びついている。ロックアイランドの遺跡研究は20世紀半ば以降に行われるようになった。それらの遺跡群は人口増加や気候変動の影響を伝えている。そうした影響を伝える遺跡としてはすでにモアイで、 知られるラパヌイ国立公園が世界遺産になっていたが、ロックアイランドは3000年以上にわたる営みの記録という点で独特である。また、海洋景観が伝統文化と結びついているという点では、パパハナウモクアケアがあるが、そちらが宗教性や象徴性に力点を置くのに対し、ロックアイランドの価値は、挙労や損落といった生活面に力点が置かれる点で異なる。 ジェリーフィッシュレークとクラゲたちミルキーウェイロックアイランドの形成は中心よに始まった。その地形で特徴的なのがマリンレークの存在である。マリンレークは陸地によって海と隔てられているが、固定が海とつながるなどして海水が混じっている気水湖である。それらの中にはコロール島の南に位置し固有名詞となっているマリンレークがある。 静かな中で鳥の声が響く森林に囲まれたそのマリンレイクにはカニハゼ、鉄砲ウオ、ニシキテグリ、マンジュウイシモチ、ヤスジチョウチョウウオなどのほか、固有種としてニードルスパインコーラルモビーが生息している。マカラカル島のジェリーフィッシュレイクはナショナルジオグラフィック誌の紹介を契機として国際的な知名度を獲得した。その名の通りタコクラゲの仲間などが多く生息している。 他にマリンレークの一種とされる石灰質の泥によって土青色に濁った水面が見られるミルキーウェイなどもあり、その白い泥は化粧品などに利用されている。ロックアイランドは世界に約200あるとされるマリンレークのうち約4分の1を要しているというだけでなく、それが他の地域と違い、ごく限られた範囲に密集しているという特色がある。 ロックアイランド群を囲むラグーンには多くの海洋生物が生きている。パラオはシュノーケリングやスキューバダイビングの名所として知られており、世界遺産登録範囲内にも人気のあるダイビングスポットが多く存在している。主なものをいかに例示する。ダイビングスポットの中でも特に人気で、魚類の数、種類、遭遇率といった様々な点で世界的に見ても優れているとされるのが、 ブルーコーナーである。ガムリス島に近いこのポイントでは、銀ガメアジや、ブラックフィンバラクーダの大群が見られるほか、メガネ持ちの王、赤門柄ガラ、アケボノハゼ、梅色もどき、霞ス蝶チをシコンハタタテハゼ、マダラタルミ、ヨコシマサワラ、ジンベイザメ、ネムリブカ、オグロメジロウザメ、シュモクザメなどを見ることができる。ウーロン島周辺には、ウーロンチャンネル、シアスコーナー、 シアストンネルなどのダイビングスポットが存在する。これらのスポットでは、銀ガメアジ、南洋ツバメウオ、オウメカマス、オグロメジロウザメ、シュモクザメなどを見ることができる。ジャーマンチャンネルは、ガムリス島の北東にある、人為的に掘削された水路である。周辺の景観美が優れており、マンタを目にしやすいことから、ダイビングスポットとしても人気がある。 ロックアイランドではパラオに生息する動植物のかなりの部分が見られる。大まかに表にまとめると以下の通りである。パラオの王天軸ザメパラオの王ジャコガイセブンティー。アイランドなお、蒸気のラグーンで挙げた、以外の希少な生物としては、以下のような例を挙げることができる。などを挙げることができる。なお、ロックアイランドでもひときわ美しい場所として知られるのが、セブンティアイランドだが、その周辺は、 タイマイの繁殖地であり、野生生物保護区として、一般人の立ち入りが規制されている。保護されていることによって、タイマイは、セブンティアイランド周辺に留まらず、パラオの海に広く生息している。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ナチュラルアーチジェリーフィッシュレイクロックアイランドは、 ダイビングやシュノーケリングに関して世界最高レベルの人気スポットであり推薦書作成の頃に年間8万人に上ったパラオへの観光客のうち実に8割もの人々がそれらを目的としてロックアイランドを訪れると見積もられていたロックアイランドは日本のマリンダイビング史では海外のダイビングスポット読者人気投票1位を獲得したこともある ダイビングには許可証の取得が必要になるなど、規制は存在しているが、アイコモスは、世界遺産登録範囲を長期的視点で脅かす、主因として、気候変動と共に観光を挙げた。ありがとうございます。